じゃあ、じゃあ、こんにちは。さあ、何かと話題に上がります日本ハムファイターズの今回話題をいきたいと思うんですけれども、この日本ハムファイターズが戦略いろんなこと仕掛けてると、はい、まあオープナーとかいろいろあったりとか、その外野4人対4人守備シフトとか、まあ、いろいろありますけど、オープナーの説明しないとさ。はい、そうですね。だからショートイニングで最初先発させておいて、はい、次から先発を使ってくるとかでしょ。だから中継ぎが先に来るみたいな感じですよね。メジャー志向ですね、はい、ちょっとメジャー志向持ってきたり。でもドラミちゃん言ってたよね、確か、はい、なんか奇想天外なことをやるといいとで、あの栗山監督と話来たんだよ、そのオープナーについて。はい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 、栗どうやって言ったら、はい、やっぱり批判されますよねって言ってた、はい、だから勇気づけといた、うん、いや批判はそれはもうあって当然だろうって、うん、だけど先駆者としてやらないと何もわからないと、うん、で決してあの失敗しようと思ってやってるわけじゃないんだよね、はい、で新たなその起用法というかさ、うん、で選手もそのオープナーだったら使えるけど、うん、でも途中の厳しいところで使えない投手もいるわけじゃない、うん、なるほど、ね、そしたら選手を使える幅が広がるっていう発想なんだよ ね、 そうすね。でもその時加藤が抑えて、はい、金子千尋が3回から上がったら、はい、いきなり5点取られたんだよいやだけどさだけどそのリズムってあるよね、はい、金子もやっぱずっと先発してきて、はい、綺麗なマウンドに登って、はい、初回からもう第1球その試合の第1球を投げてなんかこうリズムを作ってきたんだ、うん、もうリズムがある程度なんか出来上がったところに行くわけだよね、はい、だからその難しさっていうのはまだあるよね。あ、うん、で原監督に聞いた、同じように、あ、その件に、オープナーってやるかって言ったら、いや俺はやらないなって言ってたよ。おー、ただ夏場になって投手のやりくりが苦しくなった時に、うん、それは考えてもいいかもなって。なるほど、否定的ではなかったです。おー、うん、やるかもしれない、うん、ただ今やる時期ではないと言ってたよね。だからそれもやっぱある程度考えてるというふうには、うん、教えてくれた。おお、ただそのうち俺ラムちゃんもやるんじゃないかなと、はいはい、あ、はい、まあ、例えば国吉を2イニングだけっていう限定でバンと抑えて、うん、だからそれで先発の立ち上がりが下手なやつがさ、はい、3回からいく、うん、これありかも。確かにそうですね、うん、だから選手によって組み合わせでいろいろすればいいですもん。そう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 、そういう意味の幅がやっぱり組み合わせとかも大事だろうし、はい、だから一番栗山監督が思ってるのが、例えばサイニング生かしたと、はい、これ完全にパーフェクトで抑えたと、あ、絶好調じゃないかって言った時に、あ、変え時というか、それ確かに変えていいのかっていう悩みがあるとそのまま投げさせた方がいいんじゃないかっていうのは確かに、そうそう、なりますよね。ただ、クリ、それは変えろと。お、だってこのピッチャーがメインじゃなくて、うん、2番手に投げるピッチャーがメインだと考えたら、2番手で投げようとしてるやつはそこに合わせてるから、ね、確かに、そうですね、うん、だからそこはね、もうよく書かない方がいいと思うよ、割り切らないとっていうところですね、うん、言っといたよね。で、守備位置、はい、あ、そうですね、4人外野4人持ってた、ね、5人取り、ね、そうだね、外野すっかすかだったからまあでも結局三振だったからさ、はいはいはい、その守備位置がどうのこうのっていう評価にはならなかったけど、はい、やっぱこのピッチャーと森を対戦させたときに、うん、外野に飛ぶ確率がもう 80% あると、うん、そしたらもうしょうがないよね。うん、もうそういうことがあったっていいと思うよ、はい、誰が決めたのっていう感じ、ポジション、まあ、そうですね、確かにそうですね、でしょ今までのやり方とすればさ、はい、やっぱりAI を多少導入してるな、やっぱ。あ、そういう意味では。そうですね。そういう気しますね。でもあんな極端にこうシフトしたっていうのはさ、うん、日本ハムが初めてかもな。うん、斬新だよね。斬新ですよ。公式戦でしかもちゃんとやってるっていうのがやっぱすごいなって思いました。うん、そうそうそう、オープン戦とかじゃなくて。そうだよ、ね。はい、それがすごいなっていうのは。いや、もうそこら辺はさ、もうそういう時代になってくるよね。で、森もさ、その空いてるところに打とうなんて考えてないもんね、うん、やっぱちゃんと打とうとしてる、うん、その結果を見たかったけど感じすんじゃないよ結果だけは知らせてくれる、確かに、まあ、教えてくれる、確かに、だからあの見てる側もファンとかね、はい、俺らもそうだけど、やっぱり今までの固定観念っていうかさ、うん、そういうのは捨てた方がいいかもね、うん、だからなぜこうなったかっていうのはよりこう深く考えることも大事だし、はい、
否定的に考えるとさ、はい、もう絶対固定観念から考えると全くないわけじゃない、はい、でもそうじゃなくて次への野球がどうやって見せてくれるんだろうっていう先を見て考えた方がいいですね。そういう見方をしてほしいなと思うね。俺面白いこと考えたのがさ、はい、こう10点差以上になったら守りは1人減らすとかさ、相手が、あなるほど、10点差あるわけだ、はいはい、でも5点差になったら1人戻せるとか、うんうん、なんか新ルールを作っても面白いなと。点差によってありですね、それ、うん、そういう変えるの。だからそういうのも、うん、俺ありにしたら面白いなと思うんだけどさ。そうですね、いやもうそこまで来てますよ本当に、うん、なそうなったらなんか面白いな。確かにまた戦い方も変わってくるもんね、うん、それで、はい、考え方もね。審判も変えないでしょ。審判も一人減らしてる不審の話ですね。そういうことで、やっぱ野球も進化してるということですね。そうですね、はい、だから進化を応援しようということ、はい、固定観念で見てしまうともう進化とか変化とかできなくなってしまう、はい、だから皆さんもね、はい、温かい目で、うん、そうですね、変わりつつ野球をやっぱ応援してほしいなと思いますね。はいはいはい、よいしょ。